レッツフリーライフ、どうもハルキです。ピンク、入れ直しました。5月20日木曜日15時4分ということで、今日の動画はこれです。韓国からね、めちゃくちゃボロボロの箱届きました。すごない？ちょっとこの穴とかは、俺が部屋に保管してる間に開いちゃった穴なんだけど、このボコボコ具合はね、そのまんまです。まあ別に僕ボロボロでも何の文句もないんですけど、まあ動画的にボロボロって言った方がみんな見てくれるかなと思って。で、これ何かっていうと、60% っていう韓国のストリートブランドを主に取り扱ってる日本向けのファッション EC サイトで、3月頃に発売していたマハグリッドっていうブランドの春の福袋でございます。伝わった今、結構情報量多かったよね。まあ、韓国ブランドの福袋を買ったよってことですね。はい。約1万円の福袋なんで、今日はこれを皆さんと一緒に開けて見ていこうと思います。韓国ブランド好きの方、必見です。というわけで今回は韓国から届いたボロボロの箱、かっこ福袋を開封していこうと思います。自由にやっていこう。まず、マハグリッドとは何ぞやと言いますとですね、以前僕が動画上げました購入品紹介で出てきた、このスウェットですね。このスウェットがマハグリッドっていうブランドのスウェットでございます。俺はこれを買ってからね、韓国ストリートブランドにハマりまして、まだ開けてないんですけども、ここの方にいくつかあったりもします。そのうちの1個が、今回マハグリッドの福袋ってことですね。中身何が入ってるか、何着入ってるかとかも、明記されてなかったはずなんで、全然知らないんですけど、まあでも1万円分の福袋だから、最低2着、多くて4着ぐらいは入ってるんじゃないかなと思ってます。いや、福袋ね、久しぶりすぎて楽しみですね。いきます。オープンセサミ！はいはいはい。はいはいはい。はい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 。こういう感じね。ボロボロの箱、おしまい。さあ出てきましたけども、こちら。中はかなり綺麗でした。よかった。さあもうバシバシ上げていきますよ。待って。3着入ってるかもしれない。で、ちょっと待って。こういう風に入ってんだけど、一番上の服が、この色すぎる。被ってるなんてことはないですよ。そんな俺がたまたま買ったね、これが福袋に入ってるなんてことはないと思いますよ。パッと見た感じ3着入ってるので、まず上からいきますね。いきます。マハグリッド春の福袋1着目。こちら！おー、違った。待って、てか、4着入ってるわ。結構入ってるわ。これ行く前にちょっと一回、ステッカーセットがついてきました。こんな感じの。マハグリッドロゴステッカー、マハグリッド光沢ステッカー、オレンジステッカー、キャラクターステッカー、聖母ステッカー、グリッチステッカー。結構入ってんね。はい、1着目はこちら。4着入ってるのはでかいんじゃない？ステッカーまだ入ってる。まあ、ステッカー多いな。わ、半袖だ。1着目はこちら。マハグリッドのくすみブルーの半袖 T シャツが入ってました。え、これめっちゃ良くない？めっちゃいいじゃん、これ。デザイン的にはこのフロント部分にマハグリッドの中抜きの白いロゴが入っておりまして、バックプリントは何もないっていうかなりシンプルな T シャツですね。サイズは今回 L サイズ統一で買ったんで、これも L サイズです。生地の感じもね、柔らかくて多分肌触りめちゃくちゃいいんですよ。で、後ろにはこんな感じでタグが付けられてますね。ちょっと後で全部実際に着てみますね。いいんじゃない？めっちゃ。さあ、2枚目いきまーす。はい、こちら。お！よいしょ。まあ、ロンティーっぽいな。はい、2着目はこちら。白いロンティーですね。あ、これもめっちゃいいじゃん。すごい使いやすいな。いっぱい入ってる。いっぱいってかまだ2着なんだけど。はい、デザインはこんな感じ。フロントにマハグリッドのピンクのロゴが、これ丸ロゴかな？入っておりまして、後ろは何も入ってなくて、裾の部分にこんな感じでタグが貼っ付けられてると。え、これ可愛いじゃん。今俺ピンク色だしさ、頭。ちょうどいいんじゃない？おー、いいね、いいね。値段がね、ウォンかな？ウォンだね。ウォン円調べるわ。0.1 円。10分の1か。安いね。半袖も、ロンティーも、どっちも3万4000ウォンなんで、日本円でだいたい3500円ぐらいですね。韓国って安いんだな。はい、じゃあ次行きます。せーの。はい！うわ、めっちゃなんか派手なやつ来た。なんだこれ。うわ、短パンだ。短パンくせえ。めちゃくちゃ赤い短パン出てきた。あっか。これ見たことない。日本のあのセレクトショップで見たことないやつ出てきた。これ、やーどうなんだ。
いやー今年短パン履いていきたいと思ってはいたけど、こんな真っ赤な短パンはちょっと履かないかもなー。いやーこれが福袋の面白いところだよね。こんなアイテム俺着ないよって入っちゃうっていうね。 YouTube 的にめっちゃおもろいよね。うわこれ俺が履いてるところ想像できねー。デザインはねめっちゃシンプル。太もものところにマハグリッドって入ってて、でお尻のポッケのところにタグついてるっていう感じですね。これボディのカラーがもう少し落ち着いてたら履いてたな。結構シャカシャカの素材でね、夏涼しく履けるんじゃないかなっていう感じですね。いや、いいけどさ。いいけどいらないですね、これは正直。これが4万5千ウォンなんで4500円ぐらい。あ、こっちの履けんだ。まあまあでも、欲しい人はね、派手なショーパン履く人もいると思うんで、いいと思いますよ。そしたらこれ最後かな。ラスト、マハグリッド春の福袋。こちら！じゃーん！パーカーだ！え、やばい。しかも青。青、青、青、青。よいしょ。おい、めっちゃ良くね？めっちゃいいかもしんない。おい、待って。すごい。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいんだけど。はい、4着目最後はこちら。商品名全部書いてあったね。オーバルロゴフーディのネイビー出てきました。こんな感じです。めっちゃいいよ。まずね、俺パーカーで重視してるのフードの肉厚具合なんだけど、めちゃくちゃ肉厚です。しっかりと立つタイプのフード。素晴らしい。ちゃんと紐もこんな感じでね、細くて長くて、蝶々結びできるタイプ。これ素晴らしい。デザインもね、やっぱマハグリッド結構誰でも着れるようなシンプルなものが多いので、今回もそんな感じで、胸元にワンポイントこういう風に入ってて、で、バックプリントがこんな感じ。同じようなロゴがデカめに入ってるっていう感じ。まあ、韓国ブランドやりがちな感じですね。めちゃくちゃいいんじゃない？で、裾にはお決まりのタグがついてると。俺好みのパーカー出てきたわ。いや、ドンピシャドンピシャ。俺が普段、個人的にパーカー探してる時に、あ、これめっちゃいいかもなって思うような生地感、シルエットデザインですね。分かって、もうなんか俺のために作られた福袋な気がしてきたわ。ただちょっと、俺の開けるタイミングが遅かったっていうのもあるんですけど、こんな感じでね、裏起毛なんで、こっから着る頻度はちょっと下がっていっちゃうかなっていう感じですね。で、これ値段が6万9千ウォンなんで、だいたい日本円で7千円ぐらいですね。はい、というわけで今回のマハグリッドの春の1万円福袋は、合計1万8千円分の商品が入っておりました。8千円の得。で、しかも、使えないアイテムがいっぱい入ってるよってわけじゃなくて、俺的には、このショーパン以外は、全然プライベートで自分で普通に定価で、定価で出して買ってもいいなって思えるぐらいの商品が3個も入ってたんで、ギャンブルに勝ちました。で、今回 60% の利用初めてだったんですけど、かなり良心的なものをセレクトしてるサイトだなっていう風に思いましたね。はい、1着目、半袖ティー、こんな感じのシルエットです。どうですか？めっちゃ良くない？かなりのオーバーサイズでね、肘ぐらいまで袖があります。175cm L サイズを着てるんですけども、まあ、俺と同じぐらいの身長の人だったらちょうどいいと思うサイズ感だと思います。俺はめっちゃ好き。これと全く同じ色味だけどさ、これ俺好きで買ってるから、同じやつのこれから着れる半袖バージョンが手に入ったっていうのはかなりでかいっすよ。うん、思った通り肌触りもいい生地使われてるんで、すごいサラッと気持ちよく着れます。いや、韓国ブランドやっぱいいよな。はい、2着目はロンティー、こんな感じですね。うん、これもめちゃくちゃいい感じ。で、1個おって思ったのが、この袖の部分にリブが入ってないんで、ここ締めてね、こうたまらせるっていうシルエットではないんですけども、これはこれでね、涼しくて、春に合ったような形にしてるなっていう印象ですね。まあでもこれ好きだけど、もう少し淡かったりとか、くすんでたりした方が、普段使いしやすかったかもしれないっていう感じ。いや、やばい。今回の MVP これだわ。完璧。こんなん俺もともと持ってたやん。すごいなこれ。俺めっちゃドンピシャでこれ好きだわ。3着目。パーカーでございます。まず見てこのフードの立ち具合。このしっかりとした肉厚なフードがね、立ってこの小顔効果を作ってくれてる。さらに、ちゃんと結べる紐。素晴らしい。で、ボディのカラーもね、結構いい青ですよこれ。どうこれ。もともと持ってたよ俺。それぐらいね、しっくりきてる。あ、超いい、超いい。あ、超いいわ。やばい。超いい。これ上がるなぁ。多分みんな的にもこれが一番似合ってるって言ってくれると思うんだよね。すげえ FL さんっぽいと思うわ。うわ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。ちょっとみんなコメント欄でこれについて書いてほしい。めっちゃ似合ってるとか、その福袋からそれ出てくるの、はるきくんマジで引きいいねとか書いてほしい。なんかみんなと一緒にこのパーカーのドンピシャドを味わいたい、共有したい。ちょっとみんなコメント書いてて。これ、着る必要ある？はい、ショートパンツはこんな感じ。
また意外、待って、意外と悪くないかも。逆にこの真っ赤なショーパンに青いパーカー合わせてるのちょっと活かしてるかもしれない。やっぱなんだかんだこれも気に入りそう。はい、というわけで今回の福袋、大当たりでございました。ありがとうございます。いやー、どうでしたか皆さん的に。福袋ってね、在庫処分みたいなイメージがあって、いいものが入ってない、シーズン逃してるものが入ってるっていうイメージだったと思うんですけど、俺も正直今回そう思ってました。パーカー1着とスウェット1着とかかなとか思ったりとかしてたんですけど、これから使えるね、まあ、このロンティーとか半袖とか、なんならショーパンに関してはもう春っていうか夏ですから、この時期に開けてもこれから使えるものが入ってるっていう、すっごい良心的な福袋だった。日本の福袋もちょっと見習ってほしいぐらいですね。韓国ブランドの太っ腹さにちょっと今回は驚かされましたね。ちょっとあの 60% ってあのインスタグラム4万人ぐらいフォロワーいるんですけど、結構あのインフルエンサー、最近で言うとあのアバンティスのソラチーとかがモデルやったりしてて、俺もちょっといつかそこでモデルとかやりたいなって思ってるんで、あのよかったらこれ見てる FL ファンのみんなは、あの 60% さんに対してなんかあの FL はるきくんっていう御社のサービスを利用してベタ褒めしていた YouTuber がいましたよ、ぜひ起用してくださいっていうなんかアプローチをみんなかけてください、お願いします。というわけで今回は以上でございます。となんだ、なんか届いたよ。あー、絶品チーズバーガーだった。そういうことね。ウェイ、絶品チーズバーガー。うん、うまい。ラスト、ごちそうさまでした。というわけで今回は以上でございます。年内登録者20万人目指しておりますので、ぜひ服好きの方、韓国ブランド好きの方、登録よろしくお願いします。インスタグラムの方のフォロワーも1万人目指して頑張っておりまして、あと2700人ぐらいなんで、ぜひフォローして DM とかメンションしてもらえたら全部見ますんで、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。